大丈夫か？大丈夫？当たんなかった。それじゃあハンデル切り返してよ。3年ですから、おそらく当時10歳ぐらいなんですけど、彼女は、そのアイドルデビューするんです。でいて、その聞いたことない曲が2曲ぐらい書いてあるんです。で、その後の逆にがすごいんです。